はカテゴリー A、 のこと島をテーマとした作品からのファイナリスト作品3作をご紹介いたします。一番初めには田中孝也さんの作品です。風立ちの歌、のこビューティフルアイランドです。どうぞ。
自然にもう一度見たくなるような映像を目指して制作しています。今ドローンを使えば誰でも空から無限の景色を撮ることができます。しかしそこから一歩踏み込み、ドローンはあくまで表現方法の一つと捉え、それをどう生かすのかを考えることで、まだまだ無限の可能性があると感じます。今作もその一つの例としてできれば幸いです。それでは続きまして、カテゴリー E、 福岡市内がテーマの作品です。どこで撮影するかも制作者の目のところとなっています。こちらのファイナリスト作品3作をご紹介いたします。まずはナイジェル・ハクインさんの作品で、キヌン・パラダイス・福岡です。どうぞ。最後です。酒井康介さんの作品で、
リディスカバー東京シティです。どうぞ。
大賞カテゴリー A、 おめでとうございます。Of video photography. So in the 2 years,
I've been collecting all of my footage and trying to make lots of cool shots of Fukuoka. Because it's not just the city, it's the outside of Fukuoka. It's the Awarayama, the Momoland, the rivers, the rice field, there's the beaches. There's so much outside of Fukuoka that's good for drones. And everybody thinks it's all Tenjin, all 40 Koan, and all that, but it's not. It's outside of Fukuoka, it's beautiful. So to me, that's where the beauty is the rivers and the mountains and all of that. So yeah. I love Fukuoka. I've been here 16 years. And Fukuoka is very similar to Vancouver, Canada. You have oceans and mountains. So I see Fukuoka just like Vancouver. So I like, I'd also like to thank my beautiful wife over there for allowing me to buy a drone. And my whole family. And also Momoland allowed me to film on there. And they gave me permission at 6 o'clock in the morning to film on Momoland. And that's how I got all the shots on by asking permission to fly there before. So very important, make sure you ask, and you can usually fly in Japan, it's generally okay, within the zone. So thank you very much, everybody. Thank you very much. でもやっぱりそのこれこそ何て言うのかな、
自分たちが普段なかなかその当たり前に思っていたりとか目の付けどころがやっぱりこう、福岡にやってきた人の視点っていうことですごくあの福岡のこんな隠れたいいとこあったなっていうふうに改めて自分自身も再発見させられました。 ありがとうございます。そして福山さん、ね、福山さんもまさに遠近っていうもう遠近っていうところのテーマで聞いていただいて要するにヘリコプターの撮影はこれまでもできてたんでヘリの撮影ではないドローンっていうところまで行くと本当に至近距離すごい至近距離から一気に相当な引いた絵までっていうところでその辺をまさにこうもうダイナミックにその表現にこだわって作っていただいて編集とまたドローンっていうところを生かすっていう映像においても素晴らしい福岡の魅力またこの島の魅力を発見させていただいてですね大変感謝をしております。他にも実はたくさんの応募をいただいた中で素晴らしい作品がたくさんありました。今日ここに来ていただける皆さんだけじゃなくって、まあ、本当はこれも入ってほしいこれも入ってほしいっていうのは、たくさんありました。またこれから2回3回となっていってもっともっとレベルアップしていくと思いますけれどもぜひ皆さんでねいい撮影とかねそれから人の技術もどんどんこういう場で盗んでいただいてみんなでレベルアップしていけばいいなっていうふうに思っております。今日のご参加本当にありがとうございました。ちなみにごめんなさい、ちなみに今日さっきお話ありましたけれども昨日、フランスボルドーと姉妹都市として MOU をですね新たに結ばせていただきまして、で告知がさっきあったというふうに思いますけれども、来年またシネドローンというヨーロッパ最大のドローンの映像フェスが、あります。それでぜひ参考していただきたいんですがテクノベストというところをやってるんですね。要するに福岡でいうところの福岡都市圏という福岡の周辺糸島とか筑紫野とか太宰府とか含んだ九州八町福祉圏というんですが要するにボルドーの方ではいわゆる大阪都構想みたいなものができてて一つの市だけじゃなくて周辺の市全体で成長戦略をやるっていう場所があってそれがさっき言ったテクノベストっていうものなんですね。その福岡都市圏みたいなボルドーの都市圏が主催をして行うそのフェスということになっています。で11月来年11月は福岡からもチームがボルドーに行ってそういった交流しますので、ね、ぜひ今日いらっしゃる皆さんもその自分の映像のこれまでの腕を持ってまた映像を持ってぜひ応募していただければと思いますし、また昨日の MOU によりまして50キロという、ね、広いエリアのそうしたドローンの実験場も福岡市が推薦があれば向こうの審査なしでも使えるようになるということができますので、ね、どんどんそうしたものも利用していただいて腕を磨いていただければというふうに思います。ありがとうございます。福岡ドローンクリエイティブアワード公開審査会を終了といたします。受賞者の皆様本当におめでとうございます。